ここはまあ、標高1000メートル の農地で200ヘクタールぐらい の、まあ、高原の農地がございまして、まあ、大根、キャベツの産地だったわけなんですが、なかなか後継者が少なくなって、大根、キャベツの面積が少なくなったということで、まあ、耕作放棄地も出てきたと。でそこに風力発電、33基の風力発電がつきましたので、まあ、それを契機にもっと市民の皆さんにまあ、ここ布引高原を体験してもらおうと、農作業もね、大根キャベツの植え付けから収穫まで体験してもらおうというようなことで企画したところ、予想以上の応募がありまして、まあ、400組の、まあ、応募があって、まあ、ここ数年実施していると。で昨年原発で市民参加の部分はちょっと休止した経過あるんですが、今年また再開をして、また市民の皆さんと、まあ、体験を通しながらその農業理解を深めてもらおうというような企画でございます。そうですね、一応市内の小学校とかですね、広報で呼びかけてるんですが、お子さんが市内にいても、まあ親御さんが遠くからとか、逆にその反対の場合もあるんですが、遠くからも参加いただいているよ、まあ、標高1000メートルの平たい大地という、まあ、布引きという、まあ、その名前の由来でもあるんですが、ここからの眺望、猪苗代湖も磐梯山も望めますし、素晴らしい眺望でございます。で夏、まあまあ、涼しい気候でもありますので、夏の間皆さんに来ていただければと思っています。はい。